ですけど、うん、もうそれやばい、もうニューウェーブなんですよ。エコーがかかってる感じ。それも今度じゃあ僕乗り込んでて iPhone でこうそれこそ。それ超楽しそう。で、こうあの後日公開みたいな。超真剣に歌うもんね。いやーもうそうだったね。すごい楽しかった。また行きたいね、カラオケ。カラオケの方ね。カラオケちょっとみんなで行って。しばらく行ってないね。行きたいな。あ、そうなの。そういうのもあって、しかも俺あの日本語の歌をね、うん、あの。歌ったことないから、そういうちゃんと録音とかライブでもそうだけど、うんうん、やってみたいな、そういう好きな曲とか、ね、安全地帯とか歌ってみたい。意外そうだけど、でも意外とハマったりするかもね、確かに、ね、すごい似合ってます、ワインレッド、うん、ワインレッドあれよかったよね、やばいね、まあ、そうなんだ、いつもね、うん、歌うんですよ、僕。あ、そうなんだ。あれ、なんか歌えって言われたら、うん、あれと、あ、そうなの、井上陽水、マジで。じゃあ今度ちょっと俺も参加して見てみよう、それをぜひこの目で。そうあわよくば動画も ね撮っちゃうかもしれない。やばいやばいよね。でまたこの3人の時に2人の動画が、うん、公開されちゃうかもしれない、ね、なるほどね。あ、でもそうか、そういうのもありつつ、まあああいうニューウェーブの王道のリクエストとかも来て。そうでも確かにそうだよね、王道の曲とかってあえて自分たちから提案することって確かに、あんまない、逆に発想としてはなくなることもね、あるかもしれないけどね。いやでもね、本当あの今日ね、ちょっとあの動画はないんですけど、あのもう一曲やってたキュアのジャストライクヘブンの時は、あのもうちょっとこうなんだろうな、本当ハッピー感じゃないけど、すごいみんなやっぱり ね、あの幸せそうな気持ちで見てた、いい笑顔して見てたし、そうで、たまたまね、あの僕あの日 DJ で、あの最後全部の演奏終わった時に、うん、キュアのジャストライクヘブンをかけようと思って、それ小林君にもこの間話したんだけど、本当たまたまやってて、でその曲カバーやるって知らなくって、だけどきっとこの日来てる人はみんなここが天国のように思って楽しい思いでやるだろうなと思って、うんうん、大体素敵すぎる、そうかける時にそういうテーマを決めるんだけど、でやったらカバーでやったからあーっと思って、だけど曲をそのままあえてかけずに、あの変えずに、うんうんうん、流して、あれちょうど流れ始めた時、僕とケント君と翔君その舞台袖で、うん、階段登っても楽屋に帰ろうとした時、うん、でかかってて、エンドロール的に流れてて、ちょっと涙腺が緩む、そうそうそうやばいねって言ってたよね。いやでもね、あれ本当空気がすごいよくって、なんかあそこでカバーでセッションでやってたけど、もうじゃああえてこれこのままやろうと思って、うん、いやーいいですね、すごい嬉しかった、すごいね、本当ね、各バンド本当こう尖ったというか、ね、アティティードとかスタンスがこうちゃんと音とかステージにも現れてガッて見せるとこと、うん、最後のその幸せな感じが両方あって、うん、めちゃめちゃ楽しそう、ね、そう言ってもらえて嬉しいね。いや嬉しいね、うん、ね、ケント君も本当楽しそうにやってたし ね、うん、お客さんが本当何よりも楽しんでたのが、そうだね、みんな笑顔になってたのが、うん、そう見えたから、ね、自然と笑顔になりましたね、こっちも、うん、まあ、本当またね、あの次回がもしあるならば、ね、はい、必ず、うん、あのすごい楽しみに待ってたいんで、ね、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。書き込みもねあってですね、もう書き込み紹介しようか。メモ帳片手に見てますっていう人がいますね。これからいろいろ紹介するからね、はい、嬉しい。あ、本当だ、のぶちゃん本当だね、書き込みがね今日、うん、いっぱいあるんですけど、あのもしね今あのツイッター片手にご覧の方は本当あの書き込みもあのどんどんしてください。でその番号 TV、シャープ番号 TV でこうあの検索かけると一連の書き込みも見れたり、あとタワレボのサイトで見てる人は横でもね見れますんで、うん、見てください。でこれ多分あの3人とも楽しそうって、多分さっきのセッション映像でしょうね、なおたまごさんとか書いてくれてますけど、はい、という感じでね、あのボディ本当いい企画だったので、またぜひ、はい、次も開催してください。はい、はい、楽しみにしております。はい、でじゃあこっからはですね、今度はね小林くんに来てもらってるんで、はい、いろいろと話を聞いていきたいんですけれども、まずは、5月14日に、はい、うん、発売になりました名曲が、今日も生きたね、はい、ですね、うん、この、まあ、一応シングルというか、まあ、2曲入りですよね、はい、うん、はい、をまあ、いろいろ、ね、インタビューとかでも答えてくれてるとは思うんですけれども、まあ、この2曲で CD っていうフォーマットにしてリリースしたっていうところの、はい、うん、経緯をじゃあ教えてもらってもいいですか。はい、この2曲は、はい、
ブルックリン最終出口っていう曲と今日も生きたねっていう2曲で、CD にしたんですけど、そのブルックリン最終出口っていう曲は20歳ぐらいに作ったすごく初期の曲 で、うん、でずっとたまに演奏するぐらいの曲だったんですけど、あんまりその作品に正式に収録することがなくて、うん、そのブルックリン最終出口っていう曲が持ってるそのテーマというかモチーフみたいなものが、その世の中のネガティブなものとか暴力的なこととか野蛮なこととかっていうのがモチーフになって、そういう映画とかで、そういうあのネガティブなものでも自分はそこからそれを美しさにこう昇華すること、昇る花って書いて昇華することができるんだっていう思いでこう取り組んだ曲だったんですけど、その時はその気持ちがついていかなかったというか、その作った時はで好きなこういいな、いい曲だな、いい歌だなっていうものはできたんですけど、もう妙な距離感があって何年も過ぎてしまったっていうちょっと不憫な曲で、でその去年僕たち独立したんですけど、それをきっかけにその過去の曲を演奏するっていう企画とかをやるのが機会があって、でそこでそのブルックリン最終出口っていうのを演奏する機会が続いたんですよ。やっぱお客さんがすごく好きだって言ってくれてて、うん、でそれでやっぱり改めて曲と再会したみたいな気持ちになって、いい曲だなと思えて、ね、うん、でそのなんていうんですかね、コンスタントに作品を世の中に出していきたいっていう気持ちが僕たちは強かったので、うん、そのブルックリン最終出口を入れるってことを前提に作品を作ろうっていう、うん、ってなっていった時にたくさんの曲の中にこう紛れるようにブルックリン最終出口がこう隠れてるみたいな風になっちゃうのはあんまり曲のためにならないと思ったので、それに対してのこうアンサーソングじゃないですけど、自分なりの答えとか今の自分だったらこう歌うなとかっていう一曲を作ろうって言ってできたのが今日も生きたね。でそれがこう、はい、ね、2曲っていう感じで、すごいすごいね。いやなんかなんていうのかな、その言葉にこうなんか簡単にしちゃうのあれなんだけど、あの曲聴いて本当すごいメロディーも、まあ、優しい感じで入ってくるのと、それに合わせてあの言葉がねすごいこう自然と耳に入ってきてて、で、まあ、あの今回紹介するのもあるし、結構じっくり聴いたんだけど本当にすごいいい曲なので、まあ、今これバックにも、ね、かかってるんですけど、あのまだ聴いてない方は、まあ後で動画も、ここで紹介するんですけど、ぜひねあのフルで聴いてもらいたいなって思うんですけど、なんかそのブルックリンの経緯のところとかも含めてで、ちゃんとその2曲でリリースするっていうところに対して自分たちの意思とか意図とか全部がこうなんか重ね合わさってあの形になってるっていうのが今聞いてなんかよりすごい実感できたから、そうですね、うん、それを踏まえてねあのメロディーであの歌詞をこう聞くと、うん、よりなんかこうグッとくるというか、胸がね、うん、キュンとした、うん、キュンとした、嬉しいな、ね、あのねハッとする瞬間が何回もあって、本当言葉聞いてもその言葉がメロディーに乗った瞬間とか、やっぱそういうところを持ってるよね君は。嬉しいな、ね、本当に。いやなんかね、そうで歌詞を、ね、まあね、YouTube のところでもちゃんとあの公開してくれてるじゃないですか、はい、なので、ね、お手元に CD ある人はもちろんあれなんですけど、ないっていう人はちょっとその YouTube のノーベンバーズのオフィシャルのところで上がってる今日も生きたねところで歌詞もね、ほんとぜひ読んでもらいたいんですけど、これもね、ほんとすごい、なんだろう、小林くんの考えはもちろんね、ここに考えというか書いてる文章っていうのはあるんだけど、それを受けてなんか自分たちもどう受け取るのかみたいなところでも楽しめるというか、うん、ね、普通の人が選ばない言葉を選んで歌うでしょう、うん、ああそうかな、そんな気がする。俺もちょっと思う、ね、分かる分かる、すごい俺好きな、うん、四つん這いとか、うん、なんかそういうのって響くなって思った、うんうん、人があんまりこう歌に乗せない言葉を、うんうん、歌うことが多いって俺はこう思ってて、うんうん、ノーベンバー小林雄介ってアーティストが、うんうん、なんかすごいなってやっぱ思うよ。四つん這いっていうのがなんかね、やっぱり一つの例え比喩で、うんうん、その本能とか、うんうん、自分たち人間がこう進化と一緒にこう失ってきたこう生き物としてのこう、うんうん、
こう、うん、真っ当さみたいな、うん、本当だったら牛とか豚とか鳥とかが、うん、こう目の周りしたら、うん、美味しそうだなって言って、うん、本当は思うはずじゃないですか、うん、生き物だったら、うんうん、でも僕らはこう牛を食べてるんじゃなくて牛肉を食べてるから、うんうんうん、そうだね、だから牛を見てもうまそうだなと思わないんですよ、うん、それって生き物として見たらすごく不自然なことなので、うんうん、でもそれが今の僕たちだから、うん、それをこう四つん這いになっていつも何か思い出しそうになるって、うんうん、昔はそんな気持ちだったのかなとか、うんうん、っていうのを例えで歌ったっていう、うん、すごいね、いい曲だよ、はい、深いし、うん、まあそういうね比喩表現僕もすごい好きで、ね、だからね、いろんなことを考えるんだよね、これ読んで、要はその裏にある思いを、まあ、トリオによって多分、まあ、もちろんあの一個の話の筋にはなってるんだけど、いろいろこう想像ができるというか、内容としてはものすごくこうありふれたことなんですよね、そのどこにでもあるようなこととか、うんうんうん、当たり前のことを噛み砕いたっていう感じするね、うん、そうそう、いろんな人が一喜一憂したりこう争ったり、ね、怒ったり笑ったりしてるけど、うん、まあ、その程度のことなんだよなとか普通のことだよなとか、うん、ありふれてるよなっていう話で、うん、そうですね、そこの子供がトンボの羽をむしる、それも一つの純粋だよって、そうなんだよね、そうなんだ、それすごいわかると思って、そう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 、純粋だからこそなんかそうやっちゃうし、で最初は多分本人も悪気もなくって、そう、ね、虫とか、そう、そうなんだよね、虫とか動物に触れる時ってちょっと友達の延長みたいな感覚なんだけど、ちょっと力が入りすぎて例えばまあ誤って殺してしまうとかさ、あるね、でもそういう時にまたね、そこであこういうことしちゃいけないんだって学ぶこともあるんだろうなとかさ、なんかちょっといろんなことをここで考えちゃって、なんかこれを聞いた後にこう考えたこと、俺がこう感じたことって、うん、そのちょっとした罪悪感みたいなものが自分の中に生まれたっていうのが本当に印象としてあって、そう聞かせ初めて聞かせてくれた時に、でそれでもう一回ちゃんと歌詞を読んで、やっぱりこう自分がこう生きてて、あの普通だったら考えなきゃいけないことを思い出してそう聞けたっていうのは、やっぱこの曲の凄さなのかなってやっぱ思ったしな、そう、そうなのそうなんだ、まとめたい、そう、まとめた、うん、いや、そうなんだよね、だからそう最初ね、まあそのブルックリンに対してのアンサーソングとかね、そういうの全然分かってなかったけど、うん、すごいこの2曲としてもう本当作品に、ね、うん、なってるから、だからなんかシングルって言い方は僕もなんかちょっと違和感があるっていうか、うん、2曲入りでグッと気持ちゃんと作品になってるっていう、なんか EP とかフルとかシングルって世の中に合わせてそのボリュームの呼び方って呼んでるだけで、うん、本当に作品を10枚目なんですけど、うん、10枚作品を出したっていう気持ちしかないんですよね、はっきり言って、そうだね、うん、あ、すごいわかる、それこれできた時、うん、来たって思ったの、あのね、なんて言ったんだろう、どんな気持ちだったの、あの僕あの今年子供が生まれるんですけど、ね、その子供、ね、おめでとうございます本当に俺は嬉しいよ、ね、その赤ん坊がお腹にいるっていうのをお嫁さんに教えてもらった時に、なんかいろんな霧が晴れていくような気持ちというか、自分から力が湧いてくるような気持ちになって、まあ、気分の話なんですけど、それでいろんなものが吹っ切れて、さって作ったっていうか、早かった早かった、なんかいろいろ悩んでたんだけど、それでもう遺書みたいな気持ちで作ったんですよね、その子供がもしこう生まれてくることができなかったら、そのモニュメントとして残しておきたいし、子供は生まれてくるけど自分が例えば死んだりしてそこに立ち会えなかったら、その自分はそのこんなことをその赤ん坊に残して死んでいったんだっていう、その遺書みたいな、その言い残したくないなと思っていろいろ詰め込んだ曲というか、いやーすげえなんかいい話で、なんかすごいちょっとうーんってなんかすごいなんかジーンときて聞いてるんですけど、いやでもね本当この今ね、あのツイッターの書き込みでも今日も生きたねの話を聞いて再度聞き直してみようって書いてくれてる人がいるんですけどね、本当今の小林くんのまあメッセージ考えとかを聞いて聞くとまたねそういう観点でも聞けると思うし、これさっきも言ってたんだけど、本当なんかその最後のねフレーズの、あの君を待つ日々はなんて美しい世界なんだろうってところ、僕ここすごい一番好きで、ああ嬉しい、うん、
ゃ泣いちゃうよね。ね、うん、ビデオもね最高ですよ。あれは素敵な映像だよ ね。本当にあれができてなんか嬉しかったな、やっぱり。美しい。一生の思い出だと思う。本当に、うんうんうん、最高です、ね、本当に。このじゃあ V も。